M55 はいて座にある、球状星団。集中度では、クシーとまばらな星団だが、満月の四直径の約に、3と非常に大きく見える。中心部に光が集まっている、球状星団も多いが、M55 は均一に歪な形で広がっている。双眼鏡でも十分楽しめる、比較的大きな星団。合計8センチメートルの望遠鏡でわずかに周辺の、 この星が見えてくる。口径10センチメートルで条件が良ければ中心部に白い反転が見えてくる。口径30センチメートルの望遠鏡で完全に星を分離して見ることができる。1752年6月16日にニコラルイド・ラカーユがケープタウンで発見した。ラカーユは大水星のかすかな核のようだと記している。1778年7月24日に シャルル・メシエは白っぽく反転状の星雲で、丸くの淡がなく星は見えてこないとした。ジョン・ハーシェルは、球状星団、11から13等級の星に分離できる。明るく大きく非常に星数が多い。次第に中心が明るくなっているとした。カミーユーフラマリオンは、はっきり星が見える。広範囲にわたり、不規則に巻かれた星の大樹海で、 星雲状の物質の中にある直径6でやや南北に伸びている南天の協賛すべき目標であるやや青白く見えているとしたありがとうございます